神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします横須賀市は7月1日からカプコンの人気ゲーム「モンスターハンターライズサンブレイク」とコラボレーションしたイベントを市内で始めます。 市内にある猿島がゲームの舞台と似た雰囲気があることから企画されゲームに登場するモンスターの足跡を探してスマートフォンなどのアプリで読み込むと発見数に応じて記念品をもらうことができます参加無料で8月31日まで実施します横浜みなとみらい21地区の大観覧車で七夕イルミネーションが7月1日から7日まで初めて開催されます 大観覧車をキャンバスに見立て赤青黄色の短冊や笹天の川といった七夕らしいモチーフを発光ダイオードで表現します1日は午後8時からそれ以後は午後7時半から9時半までの30分おきで点灯します <music> 神奈川県内各地の記録的な猛暑は30日も続き、横浜市中区では36.1度と、6月の観測史上最高気温を更新しました。横浜が猛暑日となるのは今年初ですが、県内では4日連続となりました。横浜地方気象台によると、横浜では1896年から気温の統計があり、 これまでの6月の最高気温は2005年6月28日の35.5度でした。